キャスターの辛坊治郎氏が17日放送の今田耕司のネタバレ MTG 読売テレビに出演し、衝撃の告白をした。番組では、お笑いコンビ、ロッチの中岡総一が10年、前への鍵をしていなかったことについて取り上げた。鍵をしない理由について、鍵をなく、したり閉めたりする作業が嫌。何を取るもんあんの？と思ってしまうとコメントしていたという。自分だけのルールについて問われた、辛坊氏は、ドン引き、キする人がいるから、あんまり言いたくないですけど。トイレ入ってね、お尻を拭かないんです、と告白し、共演者をドン引きさせた。昔は、お尻を拭いていたが、シャワートイレが広し、お湯干し出してからもう拭く必要ないと話した。司会の今田耕司から、乾かすやつ、乾燥機を使うんですか？と質問されると、もう乾かすやつなんてついてないですよ。お尻なんか高速で振ったら水は落ちま、ストリー季節し、笑いを誘っていた。